こんばんは、おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか？おじいさんはね、また久しぶりに鬼神降臨伝鬼をずっとやってますね。今はね、今日まで来ましたはい、それではね、本日もこちら、RK2020 の最新バージョンですね。いろいろね、コメントでお話を聞いていて、どうやら、こちら、よいしょ、この吸盤ですね。この吸盤から2つ目のバージョンアップのようです。ここにね、もう1個あるようです。で、この、RK2020 が最新版ですね。のようになって、ごめんなさいね。このね、こちらがなっております。でね、ちょっとね、前回言わせたんですけど、僕ね、こちらはトムトップさんで買ったんですけども、紫の方はね、ちょっとトムトップさんの方にないので、それだけはちょっとね、ご了承くださいね。はい。それでは本日もテストプレイの続きやっていきますので、ご興味ある方はどうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。ザク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 っとね、見てもらいました。もうね、レトロゲームと呼ばれる、まあ、メガドライブであったり、メガ CD、スーパー 32X っていうのはもうほんと問題なく普通に遊ぶことができます。で、スーパーファミコンももういつも通りね、普通のゲームと、3D 特殊チップで、今日はね、ちょっと特殊チップのスターフォックス、ちょっとね、音にノイズ入ってましたね。まあ、この辺はちょっと今日はもう既存のもう設定、プリセットされてるコアでやったので、まあその辺適宜スーパーファミコンのコア結構ね量入ってるので、まあ何かいいやつがあれば、もうちょっと動くのか動かないのかちょっとそこまでは見てないんですけど、ごめんなさいね。はい、コアをね選択して起動できるので、エミレックはその辺が非常に簡単なので、この辺が僕がそのザ・ RA よりエミレックを進めてるのはその辺なんですね。うん。で、いつものね、HD ハイデフ仕様のロマンシングサガ3も問題なくできました。なんか、スターオーシャンの子、とか、あと僕の知ってるところでは北斗の剣のあの RPG ですね、セブンかな。あの辺もあのハイデフ仕様なんですけど、まあ、この辺ができるって意外に名作多いんでね、あのハイデフを普通に対応してるというのは非常に大きいポイントじゃないでしょうか。あと最後にね、格闘ゲーム、十字キーとアナログスティック、両方使いましたけど、どちらもよくできてます。で、アナログスティックの方はね、ちょっと僕はこのカメラにね、こう向けてやるとちょっとやりにくいんですよね。こう手前に向けるとすごく触りやすいんですけども、でもね、十字キーがやっぱり思ったよりいいですね。うん、やっぱりね、RK2020 の、なんかいろいろね、言われてる、海外でもね、ちょこちょこ言う人もいるんですけども、僕的にはね、そんな問題ないんですよね。何がそんなに問題あるのかっていうね、それはもう RG シリーズはね、かなり完成されてますけども、まあ RK シリーズはまあこのコスパ、値段とで考えてもね、もう普通に、まあもう十字キー見てもらった通り、あんだけもう調費も出せますし、特段問題ないです。うん、よくできてますね、相変わらず。はい。でね、今回これね、海外の EC サイトのトムトップさん、うちね、提供でいつもお世話になってますけどね、本当にね、めちゃくちゃ安くて、今回もこれ8,636円ですね。日本では1万円超えてるんで、で、海外から届くっていつなるねんって、まあ話もあるんで、まあね、個人的にはもういつもお世話になってますからね、まあお世話になってるからこうだとかそういうわけじゃ、ではないんですけどもね、普通にやっぱり、まあ今回のね、そういうことで、トムトップさんってね、うちのサイト見に来なかったら多分英語にね、会うことのないサイトやったんですけども、うちではみんなもだいぶ普通になりましたよね。僕の中でも普通になりましたし、で、結構ね、コメントでも2週間でやっぱ届きましたよっていう連絡すごい来てるんで、僕も前ね、うちの動画でご紹介した通り、もう2週間びっちりできたんで、やっぱり配送面もかなりね、ちゃんとしてらっしゃるサイトだなと。もうね、もうペイパル対応してて、そのウェブマネーまで対応してるってもう本当ないですよ、中国の EC サイトで。うん、だからすごいね、まあ、アリエキスプレスとか安いんですけども、やっぱりね、その中国サイトの、まあ、ちょっと不信感みたいなのをね、どうにかしてちゃんとしたいなっていうのはすごい伝わってきましたし、前言った通りね、おまけなしのゲームに対応してくれたりね、すごいね、ショップ全体が真摯な、っていう影響、そういう風な印象をすごく、受けてます。でも皆さんもね、だいぶ安心して買っておられますし、ただまあ、まあ、ちょっとね、ずらずらと喋ると、やっぱり、ま、海外のね、EC サイトで一番問題なのは、やっぱり商品って日本製でも何でもそうですけど、やっぱ不良品ってものは、やっぱりあるんですよね、少なからず。そういう時に、やっぱ英語対応したり、まあ、海外に送り返すとか、まあ、その辺の、ちょっとね、手順が大変なのっていうのは、やっぱりデメリットです。そこは、ま、踏まえてね、それでもやっぱり日本より2000、3000円安いものってのは多々あるんでね、まあ、その辺自分デメリット、デメリット、コスパ考えて、高くてもやっぱ日本の方が安心だっていう人も必ずいるし、僕も昔はそうだったし、今でもそういうものの商品もあるのでね、まあご自由に決めてください。まあ興味ある方はね、概要欄に、まあちょっと紫はねないですけども、こちらのトムトップさんでこちらのブラック売ってますんで、8,636円ですね。まあ欲しい方はぜひ買ってみてはいかがでしょうか。この動画で初めておじいさんのこと知ったよとしたらチャンネル登録していただくと嬉しく思います。次回ね、最後テストプレイ、ザラザラザラっとちょっと重い系 RGシリーズでね、慣れてる人は、うわ、こんな動くんやって、ちょっとね、びっくりするような動画になると思いますけれども、もう RK シリーズ知ってる人はね、そうそう、それが動くねんってね、ニヤニヤしながら見ていただけたらと思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。